伊豆下田バス株式会社は、静岡県下田市で営業していたバス会社である。伊豆ズ BA341P 昭和自動車時代の貸切切り車1928年1月、昭和自動車株式会社として創業。下田市に本社を置き、下田市及び、鴨郡南伊豆町での路線バスや、定期観光バス、貸切バス事業のほか、日産レンタカーの取り継ぎ業務も行っていた。 伊豆半島のバス事業者が東海自動車に集約されていったのに対して昭和自動車は独立して営業してきたが1966年に東海自動車と敵対していた西武グループの伊豆箱根鉄道系列に入り社名を伊豆下田バス株式会社に変更したその結果バスはライオンズカラーとなっていた二千六年二月十三日親会社の伊豆箱根鉄道は 下田地域におけるシナジー効果の観点から、当社の解散を決定、バス事業はかつて敵対していた東海自動車グループに譲渡されることとなった。そして、路線バス事業は同年9月30日をもって営業終了し、南伊豆東海バスへ譲渡された。その後は同年末に会社を解散し、翌2007年3月に生産決了して79年の歴史に幕を下ろした。 ほとんどの路線は南伊豆東海バス2乗とされた。ありがとうございます。